やっぱりこうね、一つの時代がちょっと終わった感じがしたじゃないですか、この間のザ・マッチの後で。こうその後の大会なんでね、どうなるかなっていうふうにちょっと心配してたんですけど、今回のね、大会の題名が K1 ネクストとなってたわけじゃないですか。本当に新しい新人のいい選手がどんどん出てきたなっていう感じがしましたね。はい、あの決勝にね、まで行ったトーマ負けてしまいましたけど、19歳であのテクニック、いやあれすごいと思いますよ。ただそのすごいな、強いな、天才だなと思ったトーマをね、郡司は1ラウンドでね KO しちゃいましたからね。郡司の成長がすごかったですね。強くなったなっていう感じしましたね。今まではなんかこう手数は多くてどんどん前に出るんだけど、パワーがなくて倒せないってイメージだったんですよ、郡司、はい、だけど今日はね、準決勝決勝とパワフルでしたよね。すごい成長を感じました。一人やばいのいましたね。それは誰ですか？ヨザ、あれ強いですよ。まあ、もともと極真のチャンピオンでしたっけ、ね、その選手がね、圧力が前に出るこの力が半端じゃない。でガードも硬いし、相手のガード全部ブロッキングでこう受けて、その後ローキック返して、まあ圧巻でしたね。そうですね、やっぱりここからね、まあこの世代がまあ30歳ぐらいまでどん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 伸びていきますからね。まあなんかこう新しいドラマがここからどん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 生まれてくるんじゃないかなっていう予感がしましたね、今日見てて。はい、また1ヶ月にもスッケー版がありますね。スーパーフェザー級トーナメントね、大岩達也、朝久勇気、レオナペタスね、誰が勝ち上がるんでしょうかね。このトーナメントもまた誰が優勝するか楽しみですね。